駆逐艦は、イギリス海軍の共同駆逐艦の艦級後期、マークスマン級と称されることもあり、また、パーカーをネームシップとすることもある。イギリス海軍では、水雷戦隊の指揮官として、偵察巡洋艦を配してきたが、駆逐艦の高速化に追随できなくなってきたことから、1913年より、駆逐艦をもとに大型化した共同駆逐艦として、 マークスマン級駆逐艦の建造に着手した。同級は1913から4年度計画で2隻1914から5年度計画で5隻が建造された。続く1915から6年度計画では、同級をとにした改良型の建造に移行した。これによって建造されたのが本級である。船体の基本的な寸法はマークスマン級と同様であるが、 上級で問題になった横揺れ周期の短さを是正するとともに、管源の増大によって、しのげなみ性の向上を図った。また、管質を二質構成にすることで、環境構造物は13フィート後方に移された。管質の変更に伴い1.2番煙突が結合され、また環境と煙突が近づいたことから、肺炎の逆流防止のため、煙突は増行された。 蒸気の環状配置の変更に伴い、監視甲板の4インチ砲は1門から2門に増やされ、背負い式に配置された。搭載砲は従来と同様の40口径10.2センチメートル砲であり、砲立ての後方が解放されていることから、1番砲の砲員を2番砲の爆風から守るため、2番砲を課かしているプラットフォームの前縁に沿って、ブラストスクリーンが設置された。また、 対空兵器としては、1915年に装備化された39口径 40mm 広角機銃を当初から搭載した。水雷兵装は従来の駆逐艦の装備を踏襲しており、53.3cm 連装魚雷発射艦2機を搭載した。本級のうち、アンザックは1919 19年にオーストラリア海軍に供与され、艦名はそのままに、 1931年まで運用された。ありがとうございます。